詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。新年明けましておめでとうございます。もう連休中、私は昨日まで、年末年始の連休だったんですけれども、結局11連休ですね。その間に詩吟の活動ができたかというと、初日以外全くできなかったですね。ということで、もう今が新年の挨拶になってしまいました。もう申し訳ないです。そしてさらに言うと、多分この連休中に、2回風邪をひいたんですね。1回目はちょっと、ガッて引いて、で、1日で終わって、2回目もちょびっと引いて、またゆるゆるっと感じなんですけれども、ただまあそれも尾を引いて、喘息気味になっていて、まだそう、息をたっぷり吸うと胸の方が若干痛いみたいな。それが、まあ、昨日までしっかり残ってたんですけど、今日はある程度、まあ落ちて、戻ってきたんじゃないかなというところです。とはいえもう私自身が本当常々ですね、毎日5分、10分でもいいから声出しましょうと言いながら、もうこの11日間、ろくに声出せていないですね。なので、まあ、旗から聞いてもわかるかと思いますし、もう自分自身でも明らかに、この喉の体力が落ちているし、なんというか、通りが悪い、張りがない、みたいな感じになっております。だからようやくですね、ようやく今日から仕事のある平日が始まって、この収録できるサイクルが始まって、一安心かなというところであるんですけど、もう数日ですね、ちょっと、喉の調子がまだまだいまいちではありますが、ご容赦ください。それでは早速今日の本題なんですけれども、まあちょっとリハビリがてらですね、今日も若干雑談的な感じになるかと思います。ご容赦ください。実は12月頭か11月ぐらいにですね、もう新年の抱負みたいなことを話したんですけれども、改めて年を迎えてですね、今年は何をやりたいのか、何をこの詩吟チャンネルとしてやっていこうかですね、詩吟の新しい活動としてやっていこうかを今日はお話ししたいと思います。まあその時にも、その回の時にも言ったんですけれども、今年はですね、オフラインの活動を、もう少し頑張っていきたいなと思っております。まあ今はこのオンラインの活動ですね、 YouTube に発信する、僕は X も使っていたりしますし、ノートっていうところにも文章を書いたりもたまにはしているんですけれども、もっともっと、オフラインですね、活動をやっていこうと、実際の赴いてやるという活動ですね。で、具体的にはまあ老人ホームやケアセンターとかですね、介護センターとか、そういったこの年配の方々が集まっている場所で、詩吟の体験講座みたいなものをやろうと思っております。まあそれで詩吟をやる人を増やすというよりは、まあそこまではいかないんですけれども、詩吟って結構面白そうなんだなとか、健康目的で、健康目的で、ちょっと軽くやってみようかしらみたいな、そういう方々を増やしたいなと思っております。なので、やはりですね、この年配の方、70代、80代、90代とか、そういった方は、詩吟という言葉自体にはですね、馴染みがあるんですよ。知っている認知度は多分全然高いはずなので、そういったところに、直接赴いてですね、詩吟の、背景とか面白さとか効能とかですね、健康にはこんな効果がありますよみたいなことを話したり、そして、とても簡単な、やり方ですね、ストレッチとかも含めて、発声練習とか吟じ方、それをまあ1時間ぐらいにまとめて、お話しすると、お話しして、あとは有名な吟も披露して、あ、こんな詩吟もあるんだとかですね、そんな感じをこの普段私がこの詩吟チャンネルで培ってきた内容から抽出したりしてですね、お話ししていきたいかなと思っております。まあそう考えるとあれですね、そう、僕は詩吟教室にすぐ入るということを別に推奨しているわけではないのと、まあこの YouTube の
詩吟チャンネルとすぐ連動するかどうかは、まあ、もう少し しばらくしてからやろうかなと思っております。そう、こんにちは、ヘイヘイですとか言ってますね。よくわからないで、ちゃんとあの、実名を出して、何々流の、何々派の、何々ですっていうのをちゃんと言わないとですね、相手方も信頼できないかなと思いますんで、そういう形でやろうかなと思っております。関東の方で僕は出没するので、もしお会いすることがあればですね、運が良かったということにしてください。であればそうですね、だから、まあ、あの、詩吟のやり方、と、あとはご自身が一人でやれるような方法も、うん、考えておいたらいいんだろうなとか、うん、あとはとても有名な漢詩とかを、大きめに印刷して、用意しておくとか、うん、そういうことをやっておいた方がいいんだろうなと、うん、改めて今喋りながら思いました。そうですね、まずは、うん、まずはそれをやろうと思っております。でその次にですね、もう一個ステップを進めて、病院でもですね、やってみようかなと思ってます。この発信活動をやっているといろんな職種の方と知り合う機会がありまして、病院関係の方もそれなりにいらっしゃるんですよね。病院のあの、副看護師長、看護師長、副看護師長までされていた方もいらっしゃったりとかですね。あとはリハビリ関係で働いている方もいらっしゃったりしまして、そういったところでは、この詩吟は結構、有効なんじゃないかということをお話し、していただきました。だからですね、まあそれも踏まえて病院の中のこの言語聴覚士でしたっけ、言語関係のところを鍛えたり、リハビリするところの方を対象を絞ってですね、詩吟を通じて、こういう健康維持といいますか、そういう講座を開きたいんですけれども、という、そんな感じで病院でも活動する場を広げてみたいなと思っております。まあ、昨年末に詩吟でやっていることの、まあ、効果みたいな話、健康的な効果10個ぐらい僕、バーッとお話ししたんですけれども、まあその時にもですね、こういう効果もありますよとか、いろいろコメント欄いただいたんですけれども、まあ今回の動画もですね、改めて、詩吟やっていると、なんかあの姿勢が良くなったとかですね、この今は自分がまさに感じているんですけど、この喉の通りが良くなった、悪くなった、やらなかったら悪くなったとかですね、そんな感じで詩吟に関する、詩吟をやっていたおかげで、こんな健康的なメリットがあったよ、健康的な効果が ありましたみたいな、そういう実体験があればですね、ぜひぜひコメント欄に書いていただければ嬉しいなと思います。そう、そういうのも含めてですね、まあ詩吟をもっともっとオフラインで活動していきたいなというところです。そしてあともう一個がですね、この病院で講座やった後のさらにその先になるかなと思います。なんで、まあ、スムーズに行けば1年後弱ぐらいだと思うんですけれども、観光地で、英語を、外国人向けの、この詩吟体験みたいなものを、まあ、インバウンド需要に合わせて向けてですね、やろうかなと思ってます。まあ、幸い車で1時間ぐらいのところに有名な観光地がありまして、もうそこは結構、観光地として成熟しているところなので、そう、実績を携えてですね、こういうことができます。では、この詩吟チャンネルで、皆さんが結構楽しんでいただいた回とかを抽出してですね、こんな風にやれば詩吟楽しいですよとか、こんな詩吟の楽しみ方があるんですよとかをですね、なんとか、今流行りの AI ソフトを使って翻訳機能を使ったり、まあしながらですね、やってみようかなと思っております。なので、そっちは高齢者の年配の方向けではなくて、もう完全に外国の方向けですね。とはいえ、日本にはるばるお金をかけて来てくださっている方ですから、多分こういう面白い体験ありますよっていうのをちゃんとお見せすれば伝わるんじゃないかなと思っております。なので、まあ、そこら辺もですね、やってみたいかなと。今年はそういうとこまで行きたいなと思っております。で、あとは、もう一個ちょっと種まき的な、感じにはなるんですけど、こっちは完全にオンラインですね。むしろ最先端技術の方で一つ活動をしていきたいのがあって、詩吟をですね、もっと、なんと言いますか、作曲できる、作曲家のための、要素として、この詩吟のサンプル音源をですね、どんどん提供していきたいと
思っております。今の詩吟はですね、なかなかこの拍とか間というものにのっとっていて、他の音楽と合わせにくいんですよ。なので、私なりにアレンジをしてですね、詩吟の要素を残しつつ、リズムに合ったような詩吟をですね、音源として作ったり、この独特な発声をサンプルとして、商用利用可能なものとして提供したりしていってですね、それを使って作曲家が自由にアレンジしてもらうと。で、それに合わせて、まあ今であればですね、まあもしかしたら、剣士部の、動画みたいなものも自作で、AI を使ってですね、多分アニメーション動画みたいなのを作れなくもないような気がするんですよね。で、ジャケットの絵とかは AI で画像で作ることも今は簡単にできますし、そんな形で新しい詩吟ですね。なんて言うんだろうな、これは。ニュー詩吟なのかわからないですけど、僕のネーミングセンスは壊滅的なんですが、そんな感じで新しい詩吟をですね、もう種まきとしてどんどん、提供していきたいなというところです。そんなとこが、それはどんな風に芽吹くのかわからないんですけれども、きっとですね、少なくとも収縮していくのではなくて、パッと花開く時が来るんじゃなかろうかなというワクワク感を持ってやっていきたいと思っております。そして、最後は睡眠ですね。睡眠です。もうちゃんと寝なきゃなというところで、去年はもう5時間睡眠が結局平均するとザラになってきつつあったんで、6時間を確保するというところです。最近ポケモンスリープっていうアプリ始めたんですけれども、そう、自分が寝不足だとですね、一緒になんかカビゴンとかピカチュウがですね、眠そうにするんですよ。だからピカチュウが今疲れてるから今日は早めに寝るよみたいな感じで、この年末年始をやっていたんですけれども、まあいいモチベーションになるのかなと思います。だからちょっとポケモンスリープを継続してですね、睡眠管理をしつつ、この活動をですね、これから、この1点頑張っていきたいなと。で、それ以外のところは、ちょっと極力今、抑えめに。とはいえ、この YouTube はもちろん前提でやっていきます。YouTube も、詩吟チャンネルも、この YouTube 詩吟教室もですね、そこはもちろん継続したベースの上に、これらの活動があるので、そんな形でやっていきたいと思っています。なので、オフラインでやった活動内容もですね、そこから多分得られることもいろいろあるとは思いますんで、そういった新しい情報、新しいノウハウ、詩吟においての新しい魅力、そういったものもですね、この詩吟チャンネルで、発信していこうかなと思っております。そんなところかな。もう久しぶりなんでですね、一人でこんなになんかペラペラ喋ってるの久しぶりすぎて、喉がびっくりしてます。ダメだな。そう、連休中に、今日の本題はこんな感じで終わりまして、あとは、そう、連休、11連休中に初日だけですね、私がこの、去年の4月に出版した、詩吟の教科書初心者編、これをようやく音声化しようと思ってですね、朗読だけは完了したんですよ。朗読だけは1日に4時間ぐらい一気に収録してですね、バーッと、やりきってめちゃくちゃ疲れたんですけど、収録したんですけど、それを編集して整えて、っていう作業がですね、この連休中に全くできなかったんですね。もう本当に、絶望的な気持ちなんですが、その分私の娘はですね、すくすくと、育って今はちゃんと立ってですね、アンパンマンはパンマンとかですね、なんかいろいろ喋るようになってきました。あとは最近可愛らしいのがですね、これお母さんに持ってってって言ったら、ちゃんと持ってってくれるんですよ。で、お母さんがこれお父さんに持ってってって言ったらですね、もう持ってってくれるんですよ。だからもう洗濯物をやるときにですね、カゴにある洗濯物を僕が干しているんですけど、その干しているところまで、もう20往復ぐらいさせたみたいな、自分のパンツとかシャツとかもですね、持ってきてくれるんですよ。もうこれが可愛いのなんのというところです。とはいえ本当に動いて力が強くなってくるんで、寝かしつけるのもなんか大変になってきてですね、もうヘロヘロになっているというところなので、この育児と睡眠と、サラリーマンの仕事と、YouTube の詩吟チャンネルと、そして新しいこれからの詩吟の活動ですね、これの5つどもえか、どうバランスをとっていこうかなと。全然人生がこの後ろ向きになっていることでは決してないんでですね、楽しんで取り組んでいきたいかなと思っております。ではでは
今日の、一銀の方をやっていきますね。今日は、昨年も確か1月、元旦とかにですね、真面目に収録していたんですけれども、今年もこれから始めようと思います。富士の訓山作、宝船ですね。とてもめでたい銀です。では、まず詩文だけ、ちょっと、解釈の方を書いていない教科書を今持ってるんで、詩文だけ読んでいきます。宝船、富士の訓山、樹海波、平らかにして、紅玉鮮やかなり。遥かに見る、宝寺、金盤のかかるを。道場の七福、皆、笑いを含む。知るこれ、金銀、珠玉の船。まあ、内容からしてですね、もう文字を見ただけで、ああ、これはめでたい新年の歌だな、というのが、もうわかるかなと思います。もうイメージもしやすいですよね。どんぶらどんぶらと宝の字が、大きい宝の字が乗った船がですね、で、そこにニコ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 した七福神が乗っているという、そんな感じですよ。ということで、もう僕も、いや、もう本当に10日ぶりぐらいの、ダメダメな喉の調子ですが、吟じて終わりたいと思います。宝船、富士の訓山、樹海波、平らかにして、鮮やかなり、遥かに見る、宝寺、金盤の、かかるよ、道場の七福、みな笑いよ、知るこれ、金銀、珠玉の船。いやー、きつい。きついですね。ダメですね。もう、どん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 喉が、細く、なっているのは、もう自分でも感じるんで、なんとか吟じ切れたから、よかった。新年早々、途中で断念したら、ちょっと、これも、まずいなと思ったんで、いやはや、健康と、日々コツコツ、ちょっとでもいいから、吟じるっていうのは、本当にこれ大事ですね。もう僕が、悪い見本みたいな感じでやってるんですけど。いやー、きつかった。本当に喉はやっぱ使わないと、ダメですね。明らかに悪くなっていくんで。これから、僕もようやく平日が始まったんで、コツコツまたやっていこうかなと思います。ではでは。だいぶ久しぶりの配信になったんですけれども、今後も引き続き楽しみにしていただければ幸いです。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。